皆さん、こんにちは。大相撲の元幕内北青鵬の暴力問題で、宮城の親方、元横綱白鵬が、師匠の立場を外された宮城の部屋が、浅香山親方、元大関魁王が師匠を務める浅香山部屋への九州合併で固まったことが、19日、判明。春場所は玉垣親方、元小結友の花が、師匠を代行しますが、4月以降は部屋が所属する伊勢ヶ浜一門が処遇を預かることになっており、調整が続いていました。浅香山親方はこの日、春場所が開催されている館内の日本相撲協会の役員室を訪ね、その後は伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士と約20分間協議。私の方からは何も言えないと明言は避けました。宮城の部屋は一時的に閉鎖され、同部屋に所属する十両伯桜鵬ら力士約20人は浅香山部屋へ転籍。宮城の親方は同部屋付きとなります。春場所後の理事会を経て発表される見込みです。執行部は力士の転籍に伴う生活環境の整備などには柔軟に対応すると見られています。伊勢ヶ浜一門は当初、力士は大島部屋、宮城の親方は伊勢ヶ浜部屋、部屋付きの間垣親方、元幕内石浦は別の部屋へと分散して転属させる案などを執行部へ提出。けれど執行部は差し戻し、力士全員と宮城の親方らを一括して浅香山部屋へ移すことを推していました。浅香山親方は春場所後に新理事に就任予定。執行部では一門でただ一人の理事となる立場を踏まえ、さらに築いてきた師弟関係の絆を重く見て、師弟一括の移籍を求めたとされています。元横綱白鵬の宮城の親方、弟子の暴力問題で師匠剥奪処分を受けていますが、相撲協会に送られたとされる宮城の親方の取り巻きによる暴行トラブルの告発文の存在が明らかになりました。今後宮城の部屋が閉鎖に向かうとも報じられている中で、相撲協会はどのような処分を下すのでしょうか。各界ではお米は金を意味する隠語、資金集めの白鵬米ビジネスが頓挫に至る過程で起きたトラブルが、今のタイミングで告発されたのは宮城の親方や周辺への不信が募っていたからと考えられます。もともと協会執行部は白鵬の派手な金回りも白眼視していた。昨年1月の引退相撲では、政財界の大物らが曲げにハサミを入れ、祝儀4億円の断髪式と騒がれた。ただ断髪式に協会幹部が一人も出席していません。部屋の移転先は日本橋の一等地に見定め、150坪の敷地を15億円で確保して部屋を建てようとした矢先の降格だったと相撲ジャーナリストは話します。そして春場所後の宮城の親方の処遇も混沌としています。同然の相撲ジャーナリストは、伊勢ヶ浜一門が執行部に提出した処遇案は、宮城の親方、部屋付きの間垣親方、元前頭石浦、所属力士がそれぞれ別の部屋に移籍するという内容とされるが、協会はここに来て同じ部屋に移籍させるべきという態度に変化した。正直一門内で受け入れに前向きなのは、同じモンゴル出身の大島親方、元関脇極天鵬くらい、みんな近づきたくないのが本音。しかも執行部はモンゴル出身者を結集させたくないから、大島部屋は移籍先になれない。同じ一門の伊勢ヶ浜部屋は、師匠元横綱朝日富士が2年後に定年のため、次期理事の浅香山親方、元大関魁王の部屋への移籍が選択肢として浮上しているといいます。魁王とは手が合うという話もあるが、魁王の通算勝利数の記録を塗り替えたのが白鵬。魁王からすれば後輩だけど頭が上がらないといった存在です。ただ白鵬が弟子と共に部屋を移れても、力士数に応じた力士養成費を受け取れるのかといった問題がどうなるかわからない。日本橋の土地に部屋を建てられる状況ではなく、固定資産税などのコストばかりが加算でいく現状、今後は金回りがどうなるかの問題が出てくるでしょう。執行部が白鵬を徹底的に
追い込みたい方向なのは間違いなく、少なくとも2年、長ければ5年はベヤを持てない。その間に何か不祥事があればアウトです。執行部から敵視されながらも、お米が切れる、金払いがいいと野標で勢力を広げてきた宮城の親方、力尽きる時は迫っているのでしょうか。暴行トラブルの告発文では、2017年9月場所中の深夜、鷹の岩は東京錦糸町のカラオケバーを訪れた際、休場中のモンゴル出身力士が飲酒する場面に遭遇。鷹の岩が厳しく叱責したところ、同行していた白鵬のモンゴル人の友人と口論に発展。この友人は後日白鵬に当時のやり取りを告げるとともに、鷹の岩が俺は1月場所で横綱にも勝っている、これからは俺たちの時代だと話していたことを伝えました。鳥取巡業を控えた10月25日夜、地元の高校関係者と白鵬、春馬富士、鶴竜の3横綱、同校 OB の照ノ富士、鷹の岩、石浦の関取衆3人を含む計13人が参加する食事会が開かれました。食事会は3時間以上続き、春馬富士の飲酒量はビール中ジョッキ2杯くらい、日本酒をマスで10杯程度だったが、酩酊するほどではなかったそう。食事会の終盤、白鵬が鷹の岩に9月場所中の件に触れ、だいぶ偉そうだったそうじゃないか、これからは俺たちの時代だと言ったそうじゃないかとモンゴル語で咎めます。鷹の岩はこれを否定し、春馬富士が間に入ってかばったため、その場は収まった。ただいずれもモンゴル語だったこともあり、同席した日本人には内容が理解ができなかったそう。25日午後11時過ぎから翌26日午前2時頃まで、高校関係者のなじみのラウンジの個室で二次会が開かれ、鷹の岩、春馬富士、白鵬、鶴竜、照ノ富士、石浦の順に壁沿いに L 字に設置されたソファに座り、ビールはグラスに注がれた状態で提供され、ビール瓶は席に置かれていなかったそう。乾杯後しばらくして、白鵬が鷹の岩と照ノ富士に、みんなが見ているから自分の行動に気をつけなくてはいけない、お前たちがこうして相撲を取って生活していけるのもここにいる先生方のおかげだ、その恩を忘れずに社会人としてきちんとした生活をしていきなさいなどと説教。鶴竜には、お前がそもそも厳しく言ってやらないとダメだろうと指導不足を叱責しました。白鵬の説教が一段落したと考えた鷹の岩がスマートフォンの操作を開始、春馬富士がこれを見とがめ、お前、大横綱が話をしているときになんで携帯をいじっているんだ、おかしいじゃないかとモンゴル語で問いただした。鷹の岩はいじってないですと一旦否定、すぐに友達から LINE が来たんでとスマホを操作したことを認めました。春馬富士はそれが大事なのか、誰なんだ、それは男か女かと追求。鷹の岩は彼女ですと答えました。一服した春馬富士は素手で鷹の岩の顔を一回叩き、鷹の岩は謝罪しましたが、春馬富士には鷹の岩が睨みつけるような表情をしたように見えたため、なぜこんな態度を取るんだ、お前のことをさっきは守ってやったじゃないか、お前は横綱をなめているのか、ほらお前は何様なんだと断続的に素手で頭部や顔面を叩きました。シャンパンのボトルを持ち上げて殴るふりをしようとしたところ、手が滑って鷹の岩に当たることなく床に落下。さらに春馬富士はカラオケのリモコンで鷹の岩の頭部を数回殴打。これを見た白鵬は春馬富士を制止して室外に一旦出したが、その後戻ってきた春馬富士が再び鷹の岩にちゃんと謝れと述べ、素手で1、2回顔を叩いた。鷹の岩が申し訳ありません、これからは気をつけますと謝罪したため暴行をやめたそう。春馬富士は鶴竜に対しても、お前がちゃんと指導しないからだと叱責。照ノ富士に対しては、稽古に気合が入っていない、何か聞きたいことがあれば言いなさいと説教。照ノ富士が正座して、自分たちは思っていることは言えないんで、壁があるのでと答えると、壁はお前たちが作っているんだよと
素手で1、2回頬を軽く叩き、照ノ富士はごっつぁんですと応じた。鷹の岩は頭皮が切れて流血し、手首にあざができました。暴行を受けた時間は数分程度、素手での殴打の回数は十数回に及びました。鷹の岩はラインの返事をしたことは無礼なこととは考えておらず、春馬富士の暴行が理解できなかった、周囲の者が止めに入らなかったことも疑問に感じていたそう。またラウンジからの帰り際、鷹の岩から春馬富士から自分は何で殴られたのかと尋ねられた石浦が、ビール瓶と電木、リモコンと思うと返答。けれど石浦自身は直接目撃していませんでした。一部報道にあったビール瓶による殴打や馬乗り、アイスピックを持ち出したといった事実も認められませんでした。26日、鷹の岩は春馬富士に昨日すいませんでしたと謝罪し、握手を交わした。頭の負傷について、師匠の鷹の花親方には酒を飲んで階段から落ちたと説明したと話しました。春馬富士は握手によって解決したと思い、師匠の伊勢ヶ浜親方には報告しなかったそう。白鵬と鶴竜もそれぞれの親方には報告していなかったよう。だが鷹の岩が握手をしたのは地元の高校関係者の助言によるもので、自身が納得していたわけではなかったそうです。このような暴行事件などが過去にあったからこそ、執行部はモンゴル出身者を結集させたくないのかもしれません。初日から横綱と2人の大関が敗れる波乱の幕開けとなった大相撲春場所、そんな力士たちの奮闘よりも世間の注目を浴びていますが、暴力沙汰で揺れる宮城の部屋の行く末でしょう。部屋を率いてきた平成の大横綱が繰り出す名誉挽回の秘策とは、宮城の親方、元横綱白鵬は日本相撲協会から2階級降格などの処分を受けましたが、今後は手塩にかけた弟子もろとも部屋自体が所属する伊勢ヶ浜一門の預かりとなり、宮城の部屋閉鎖が現実味を帯びつつあります。相撲担当記者が言うには、春場所初日、伊勢ヶ浜一門が協会に対して4月以降は宮城の親方と弟子らを別々の部屋預かりとする可能性も含め、今後について協議したことを報告したのです。それに沿った形で協会も検討を進める腹積もりですから、平成の大横綱が自らの部屋を持たず後進の育成ができないとなれば、各界での存在感が低下することは避けられません。本人が夢見ていた協会理事から理事長へのし上がる道も実質的に断たれた格好です。死亡事件を起こした時津風部屋でさえ協会の処分が厳しすぎるという声は根強く、春場所を取材する相撲レポーターの横野玲子氏もこう語ります。平成になって以降、部屋が閉鎖されたのは暴力団関係者と親方のつながりが問題視された木瀬部屋と、親方が弟子に暴力を振るった中川部屋の2つ、どちらも親方自身が起こした不祥事落でしたが、今回は弟子が起こした暴力による監督責任、もちろん北青鵬の起こした暴力は許されるものではありませんし、宮城の親方が北青鵬の暴力を黙認し協会に報告せず、協会の調査にも隠蔽工作をしたことを重く見ての処分として2階級降格と、減俸は妥当だと思いますが、そこに部屋の閉鎖まで加わるのは過去の事例との整合性も合わず重すぎる処分だと思います。さらに暴力による死亡事件を起こした時津風部屋でさえ協会は親方と加害力士は解雇処分にしたものの、部屋自体の閉鎖はなかった。協会関係者らに取材しても部屋閉鎖までの処分は行き過ぎとの声も多かった。協会が頑なに厳しい処分を下し続けるのには一体どんなわけがあるのでしょうか。いわば出る杭は打たれるというべきか、八角理事長以下親方衆から嫌われていたからね。これまで積もりに積もったもののみそぎとして部屋をお取り潰しにされるのではと解説するのは、各界事情に詳しい協会関係者。もともと宮城の親方は器用な立ち振る舞いができるタイプじゃない。今回の一件でも迷惑をかけた協会幹部や他の親方など方々に頭を下げてはいないから、現役時代から品格がないなどと
批判されてきた延長で、親方になっても礼節を欠くと見られ疎まれているんです。東京相撲記者クラブ会友近江信明氏は、現役時代からの白鵬人気とスポンサーの力を武器に、誰もが欲しがる新弟子たちを次々とスカウトして協会内でモンゴル罰を着々と構築してきましたから、このままの勢いで協会を引っかき回されたら角界はどうなってしまうのかと、八角理事長以下協会幹部たちが危惧していたのは確かでしょう。ならば危険の芽を早く摘んでおこう、そういった思惑が厳しい処分に透けて見えますが、さすがに部屋を閉じさせるのは重すぎる。これほど自分が協会に嫌われていたのかと、白鵬自身も驚いていると思います。ここまでキャリアが傷つけば部屋復活は容易ではありません。同じ伊勢ヶ浜一門には元大関海王の浅香山親方がいるので、協会の理事選に出ることも難しく、各界で復権のチャンスは回ってこないのではないでしょうか。万事休す。このまま宮城の親方は各界から去るのみかと思いきや、奇策に打って出る可能性もあると言います。先の協会関係者によれば、あと 4,5 年ほど我慢すれば八角理事長が定年を迎えます。それまで宮城の親方はおとなしくして、マスコミにも一切露出しないなど、いわば世間に対して死んだふりをする。その間、日本の風習などもしっかり学び直した上で再起を期するべし、そう助言する人が周囲にいるようです。当の本人も日本国籍まで取得して親方になっただけに、元朝清流などのようにモンゴルで活躍するつもりはない、そうやすやすと各界から退くとは思えませんとしました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。